クロージャの機密ファイル。おっと、この部屋には残業の匂いがポンポンするな。おはようドクター、今日は事務室を案内するよ。ここはディスク業務がメインだから、加工所の時みたいな危険はないはずだよ。あのイベリア野郎、今度痛い目見せてやるんだから。あれ、業務時間内なのになんで誰もいないの。ああ、まずは説明するね。ここは人材を斡旋する事務室だよ。ここにオペレーターを配属して連絡を行うと、公開求人するときにより多くの募集条件が開放されて、来てほしいオペレーターを募集しやすくなるんだよ。しかし、こんな堂々とサボるなんてひどいね。サーマル EX に管理監督機能をつけようかな。いや、俺はサボってないからな。今来たばかりだぜ。最近みんな忙しいって聞いたけど、ここは誰もいないな。こんなところに倒れてるとは。存在消すのがうますぎて、さすがの俺でも気づかなかったぜ。製造所も貿易所も人手不足だから、最近の事務室シフトを24時間で入れて求人連絡をしているのだけど、今日は交代の人が全然来ないのよ。ああ、今日の当番誰だったかしら。確かEさんのはずだけど、どうしてまだ来ないの。ガク。今日のシフト表に俺の名前はなかったよ。姉ちゃんがシフトを見間違ったんじゃねえのか。そうかな。いや、やっぱり君がサボってる。どうなってきて。誰だろうとサボりは許しません。